どうも、ラコメディです。村山です。日本国民は全員一律でクワガタを飼育すべきすべき、すべきダメですあの、日本国民は全員一律で1回はクワガタを飼育すべきっていう話なんですけど、追加されたし、1回は僕、クワガタ飼育してるんですよ、うん、で、まあ、繁殖をしてまして、うん、で、まあ、2年に1回ぐらい、こうね、卵から幼虫になって羽化してっつって、ものすごい成虫が増える時期があるんですよ、2年に1回ぐらい、うん、で、今年、結構増えて20匹ぐらいになっちゃったんですよ、うん、で、そうなった時は、俺は、飼いきれないわけじゃないけど、やっぱ、他のとこに行ってなんか繁殖とかおのおのしてくれた方が、うん、その子らのためだなと思って、はい、ヤフオクで出品するんですよね、うん、でまあ大して稼ぎとかじゃないんですけど、まあ、500円とかそんなもんで売ってるんですけど、でまあ売れたんですよこの前、うん、でそれをねこうまあ箱詰めして、うん、郵便局に持ってきたんですよ、うんうん、でまあまあ箱詰めっつってもなんか発泡スチロールの箱に、で中にプリンカップにクワガタ入れて、でちゃんと蓋して、で発泡スチロールも外蓋をもちゃんとして、でこうねガムテープで蓋止めて、はい、で持ってったんですよ、はいはい、でそしたら郵便局の人が、これ中身何ですか、はい、あ、まあクワガタですねっつったの、うん、そしたらもう一体引っ込んで、で奥からもうこんな分厚いなんかマニュアルみたいなの送るってブワーって見ました。ですいません、クワガタ、みたいな。で、これ冷蔵じゃなくて大丈夫ですかって、あ、生物、はいはい、一応生物になってるんですよ。冷蔵したら死ぬよね。あそうだ、夏の冷蔵、大丈夫です、クワガタ、日本のクワガタなんで別に日頃の値段、日頃の気温だったらもう大丈夫ですって、うん、で、中に保冷剤も入ってますって説明したら、いやでもトラックの中結構気温上がるんですけどみたいな、ちょっとトラックの中が何度か分かんないんですよね、まあでもまあ40度とかまあ高くてもそんなもんでしょう、うん、で今の季節でもまあ40度とかだったら別に大丈夫です、保冷剤入ってますって、うん、でまあ50度とか60度とかだったら話変わりますけどねってちょっと俺が言っちゃったら、うん、バーってまた売れてなんかいろんな人聞いて、すいませんちょっとトラックの中の温度はちょっとそこまで分かんないです、申し訳ないです、なんか俺がクレームしたみたいな。お前が聞いてきてんだよと。そう。で、そう、それでなんかまたいろいろ質問されて、で、一旦また引っ込んだ。そしたらなんか横にいた別のなんかおばさんに、うん、なんか聞かれたらしい、どうしたのって聞かれたらしい、今ちょっとクワガタになんか送りたい人がいてって言ったら、そのおばさんが、ふっつって、で、なんかそれだけで持ってきた。今のいるって。そのおばさんがフッってやるためのあの戻ってくるのいるって一回いらなくないってで、そしたらなんかちょっと偉い人、よく分かってる偉い人みたいなの来て、うん、でそれでまたなんかまた最初から同じ質問、その温度の話とか、はいはい、はいはい、でまあ大丈夫です大丈夫ですって、でこれ放送は大丈夫ですかって、うん、大丈夫ですよって、うん、あなたの中でクワガタは発泡スチロールを突き破って出てきて高熱で死ぬんですかっていう、常温で死ぬんですか、冷蔵しないとダメで、あなたの中のクワガタは発泡スチロールを突き破って出てきて冷蔵してないと死ぬ生き物なんですかってなって、すいませんでもコンビニで出しますって出て、でまあローソン行って、それであこれお願いしますって言ったら、バイトのなんかギャルみたいな女が、あ、わかりましたーってすぐやってくる優秀だね、いい子だって渡した、うん